えー、毎週日曜日開催のパーカッションのワークショップをやらせていただいております、高文と申します。よろしくお願いします。マイクは下から拾えばいいでしょうかあそうですね、基本的には下からですね。でもこれも本当にその、マルコス・スザーノさんが始めたやり方なんですよ。普通はこう、トップとかで撮るじゃないですか。だけれども、すごくこの、 近づけてめちゃくちゃ近づけてこの裏側から撮るようにしたら本当にバスドラみたいな音が出るって発見したことが発明なんですよなのでこういう音を出したい場合にはえっ、ー、とまあ卓録でもマイクでも全部同じですけれども卓録ククでもえっ、ー、とライブでも、うん、もう <laughs> 極限まで近づける <laughs> この裏側のね真ん中あたり。で、もちろんそのあのクリップで止めてピュって、まあ、このマイクみたいにつけられるやつがあるのであればそれでもいいですしなければこういうスタンドマイクになるべくこう近づくと。で、まあ当たっちゃわないようにね注意してやるっていう感じですかね。銅が短いと低音が減衰するんですかね。ああ、そうですそうです。低音がえっ、ー、と あんまり長いこと生きててないっていっうかこの画面付近だったらすごく低音なんだけどもう一瞬で減衰しますので離れれば離れるほどやっぱ銅があった方がその低音を長生きさせられるっていうか長く遠くに飛ばせるけど銅が浅いともうすぐこの出てるすごい近くで聞くとドゥンドゥンって音なんだけど遠くで聞くとあのもう聞こえないっていう感じですね。 はい、ライブでは音が飲まれますよね。パンデイロも PA 必要になりますかえー、っとね、そうですね、なりますね。特にパンデイロは、えー、っと、うん、バンドの中でやったらね、確実にあの埋もれてしまいがちになります。で、今日やったこの低音と、まあ高音あ、高音っていうか中音か。高い音は結構、その、 存在感があるんですけどパデルの魅力ってやっぱこのドゥンドゥンっていう低音じゃないですかこの音がねマイクないともう全く聞こえなくなりますよねでドラムがいなかったとしてもうーん4人以上になるともうきついかな完全に生音で4人以上になると今ちょっとマイクから話しますけど 全然このドゥンドゥンっていう音聞こえなくないですかこのチャキ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 っていう音が多分一番よく聞こえると思うんですよ。でこういう感じになりがちアンサンブルがし4人以上の編成で打楽器が自分だけだったとしてお客さんから聞いた時にはですね結構この チャカチャカっていう音だけがやたら聞こえるみたいな、えー、状態になりますのでそういう場合はねマイク入れたらこの音低い音が出ますので多分ここでやった時と全然音が違うと思うんですよねはいなのでパンデールはねあった方がいいと思いますより自分が出したい音をあのお客さんに伝えられると思います